割と勝つっていう。ナイス。ナイス。ちょっとあの卑怯なことやっていいですか。はい。なんでしょう。水色と黒のお二方は配電盤の下がってたやつ言ってみてくださいよ。あら厳しいことするんだね。もう厳しいね。いいですよ。まず左の右で言わないと。左左3つが降りてて。そう。まあ、正解はじゃあごめんなさい。多分高田さんが高田さん来る前に俺と戦う勝ち合ってます。そう、僕とメイヤさんで勝ち合ってます。ごめんなさい。すいません。すいませんってなっちゃった。すいません。え、直したの誰なんですか。直したら3人で直しちゃう。いや、これ高田さんがマットメイトでそれあえて言ってるって言われた。あ、まあ、言わせる人によって。高度すぎるくらいか。それだったらどちらかというと、あの、インポスターで、あの、マットメイトを探してるように見えるわ。あ、それは、うん、いやいやいや、それはあります。あー、でもね、あー、それです。なるほど。怪しかった。なるほど。それです。その方がいい。つけたら意味ねえじゃん。じゃあ、みんな見えちゃうから、みんな見えちゃうから、マットメイトを探してるってことよ。それです。でもじゃあそれで言ったら僕とメイヤさんはまとめて出してね。いやそうだ、うん、だから高田さんがインポスターの場合俺らはキル対象に入るよ。やだそっか選ばれちまった。残念ですね。議論で話さなくても、まあ、そうそう言っちゃったからねこれはね。悪い笑い。これがこれが人狼か。怖いね。これがアモツなのよ。よしこいつらまとめてじゃねえや。おそらく。合わせてない限りはね。マジの方だそこ。まあでもこのターン多分切れないんだよ大体。大体ねいい感じに2ターン目までボタン入って切るタイミングないのよここは基本。諦めよう。大丈夫でしょうよ。高田さんさ、インポスターでしょ、マジで。目が下がったでしょ。高田さん、インポスターでしょ。これが扉のところからいるの下がったでしょ。いや、ちょっと高田さんがやっぱりさっきので僕、インポスターだったら怖いなと思ったから、高田さんと宿舎まで2人になって僕、下がったエンジンなんですよ。下がったでしょ。だから俺、目を追いかけようかどうか悩んだ一瞬。そう。ゲンさんがいたから、一緒にゲンさんと向かったら、高田さんが引き返してきてるから、ミーティング行ったんだけど、いや、そう、扉開けた後に、いや、これ、目を追いかけようかな、でも、普通にボタン押そうかなって悩んで、よし、目を追いかけようと思って。怪しいな、これ。怪しくないでしょうよ。あら現行犯、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 はい、うん、現行犯ですよね、ズズさん。あー、そういうことじゃ、本当に畑迫さんやったんだ。いいね、いい、なんか臭いね、どっちも。白子さ勝負。あー、そ、いやそんな、そんなキルするんだ、畑迫さんって、なんか安直やな。ちょっとね、でもな、このキルめちゃくちゃ俺っぽいな。でも畑迫さんなんだよ。だから状況言うと、状況、はい、レポートしたからずずさんからいいですよ、うん、アーカイブで僕タスクやって畑迫さんも一緒にやってて、でそこ梅健さんとかもすれ違ったんだっけ。そうですね、はい、そうだね。梅健さん左行ったんですよね。で停電になって、はい、でもまだタスク残ってるからタスクを右の方やってたらレポートが光って、あえっと思って停電が明けたら徐々に畑迫が見えてきて、なるほど。で畑迫さんの近くにメイヤさんの死体があったって感じ。なるほどね、うん、はい。じゃあ僕視点を話すと、アーカイブでタスクやってたのは事実です。ズズさんと一緒にやってて、うん、やってて停電になってまあ行くかと思って僕はシャワールームの方下がった時にメイヤさんがシャワールームのタスクやってるの知ってたんですけど、そこから上に上がっていって右方向ラウンジ方向に抜けたんですよ。
で、なんかそこで死体があったら嫌だなと思って、うん、追いかけたら、ズズさんがちょうどダウンロードのところでキルしていた。停電中に、停電中にそこまで視認してるのおかしいと思うけどな。確かに。いや、別にすれ違ったら見えるじゃないですか。いや、シャワーで僕タオルタスクやってて、誰か一人だけ上がっていったのは見えたけど、うん、下がった、まあ、停電になってたのは、ですけど、下がってきたのは見えてない。うん上がったのが見えたっていう。うんうんうん、僕は、畑迫が直したんだね、停電の。いや、直してないですよ、直して。アーカイブです。アーカイブの出来事なんで、ね、停電は。もう一回の話、もう一応しません、うん、うん。今のが明夜くんのやつをお互いに、はい。はい、そうです、そう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 。ブリちゃんの死人情報。はい、ブリさんどこにいるか。ああ、行方不明。メイン脇にはいなかったはず。メインが4人ですね。藤宮、畑迫、高田、明夜。七子さん、うん、今七子さん停電直そうと思って、あの展望デッキのとこ来たけど、展望デッキはいなくて先に直ったから誰かが直してると思うんだけど、源は貨物で直してます。あ、源さんが直したんだ。はい、うんうんうん、なるほど。あ、頼むよ。俺ローラーに弱えな。うん、まあ、マジうまいな。どうだろうな。まあ弁当の発言もないし、ズズさんで落ちてます。よかったね、ナナコね。はたさことか、たぶん強靭だよ、これ。危な、これ。いや、マジ、これはちょっとか、もう白いわ。誰も言ってなかったな。俺が何だか見てみました。おっそってなって。俺貨物から向かったからな。あれやば。うん、プテさん上にいましたよね。ミーティングのボタンの上にいた。でゲンさん右でしょ、まあ、ローラーするとして、はい、ハイブリさんの方話します。確かに。はい、貨物脇って誰ですか。あ、ナナコさんと剣士。あ、今さっきの。あ、違う、あの、あ、さっきのリキルの日したいで。うん、は知らない。なんかエレキにプテハシウメケンいたと思いますけど。え、二人はあれ、ウメケンさんだっけ。あと、あんま覚えてないけど、足湯さんと、うん、エンジン脇プテ足湯なんですよ、はいはい、で、足湯さんと一緒に勝ち入ったんですよね。あ、じゃあ足湯さんか、うん、で、藤宮もいたわ、確かに、うんうん、いた、くるくるのやつだ。僕エンジン脇あった。ウメケンさんも上行ってた、確か。僕エンジン脇で宿舎前に、うん、行ってたダウンロードして、うん。エレキにいたの？アシさんと誰？エレキじゃない。エンジンルームさんと誰かが見えて、まあ、黄色かったんで。ああ、なるほどなるほど。了解です。あ、角だ。合ってる。じゃあ合ってる。うん、じゃあ合ってる。でもエレキでプテアシュフジミヤで、うん、で貨物でゲンさんが手で直してる。はい。うん。わからん。ハイブリさんどこいたんだ。で、ナナコさんは。俺はでも、メケンさんでも最終あれですよね。あの、アーカイブの方行ってたって言ったっすよね。そうですね。アーカイブダウンロード終わって、エンジンメインシャワーとか行って。13が言ってたもん。うん。武器庫のタスクした後に停電になったか、停電直しに展望デッキ行ったら、直ったっていう状態。で、展望デッキはなかった感じです。はいはい。なんか、でも貨物脇がゲンさんだけ。まあ、貨物対象ですね。わかんない。なるほど。じゃあ僕はスキップ入れてます。これは、迷宮入りか。もうちょっと僕言うことあるとすれば、僕が切ってるんだったらアーカイブで立ち止まらずにラウンジ方向とかに停電地に抜けます。ズズさんの目の前で立ち止まるなんてことしません。うんうんうん。まあまあ、そっか。でもローラしちゃうな。あ、おマジか。え、止まるんですか。なのか。あざっす。たのは白いってことだよね。必要ね。止まるんか。止まるんだと止まるんでいいけど。あ、ナイスボタン。さっきのって白浮きってことじゃないような気がしてて。俺は一応入れたけど。うん、だって畑迫さんに、例えば人外がつながりがあったら、もう3票がスキップに入れたら、あとクルーが1票スキップ間違えちゃうだけで。ああ、そっかそっか。
まあ僕はミーティングで畑迫さんと一緒にいて殺されなかったけど、それを考えても言うて絶対1インポスター落ちる計算ならつっといて損なしだと思うんですけど、どうですか、はいはいはい、だから押したんで同じです、私も同意見です。順にさっきのターン3票入ってたから三人会にいられてるのかなと思ったっていうことだったんだけど、いやああそういうこと、ああから俺がスキップしたけど俺は畑迫に入れてる44だったと思うよ多分。え、正直ミサだったじゃん、うん、あの36だったでしょ、36だったでしょ、あその前か、それは畑迫さん入れてます、僕が、僕も畑迫さん入れてます、ね、藤梅高田、え、じゃあ辻さん入れてる、辻さん入れてる、辻さん入れてる、その時は、うん、てか、あ、その時は辻さん、あ、辻さん、辻さん入れた、初めは辻入れた、ミサだと思ったから最初の3票はそうですね、まあ確かにそうやな、じゃあまあごちゃれんだったらつってください、その方が多分今コミソモノさんは畑迫ですか、自動票しとくんで、じゃあやってください、コミソモノさんは誰ですか、あ、ごめんなさい、僕ですよ、うん、僕しかいなかった、藤宮さんとすれ違ってから僕しか直してない、うん、いやー、あ、ちょっと話変わるんですけど、ごめんなさい、ゲンさん、貨物脇、単脇やったってことでいいですか、単脇は最終ですね、多分アーカイブかメイン脇で左から右に行った感じだった、その段で停電直した人誰って言ったっけ、がゲンです、あ、ゲンさんか、なので多分藤宮さんから若干疑われてるのは、多分私が貨物で殺して自分で停電直してるとか、そういうパターンだと思うんですけど、まあうん、先に言ってるのはシェリフなので、あら、めっちゃでかいじゃん。でかい。基本左側で。めっちゃでかいね、それ。じゃあ、奈々子さん割とヒットになる？浮き位置でやるのは奈々子やね。うん。ちょっと奈々子さんだったら僕釣った方がいいと思うんで。まあまあまあ。あ、でもわからん。黒やったらわからんから。あ、じゃあ、白か。いや、でも人外やったらわかるし、インポスター同士だったらわかるし、俺がマットメイトだったらタスク直す、あ、タスクっていうか、サボタージュ直せないからマットメイト置きもないと思うし。うん、エレキに藤宮さん、プテさん、アシュさんって結構長いこと一緒にいたんですか？いや一瞬、はい、一瞬だけ、はい、そう、プテさんとは結構長いことったけど、僕が上がって2人を残して、僕はタオルタスク言ってたように、あ、じゃあその一応アシュ藤宮を見失った後にアップロードして、アップロード終わってセキュリティ入るぐらいの時間はありました。なるほど、うん、よし、多分最大あと2人外頑張ってください。はい、うわ、強靭仕様入らないのか、入らないのね、いない前提で考えますか、じゃあ、畑迫がな、初手って明夜から言ったっけ、一応合わせることできちゃうから、に関しては切っちゃう。え？小宮前通路で源さんの死体発見で、まあ高田さんに見えますけど、僕視点は。小宮前通路。プテさんそっち行ってない？プテ橋じゃない？え、小宮前通路？はい。え、そうだよね。多分超直近で通ってます。僕今武器しまってる。多分プテ橋だ。マドミン情報で宿舎エンジン武器庫展望の111を確認してます。宿舎エンジン展望武器庫で右には一切ついてません、ね、じゃあエンジンか宿舎が俺です。宿舎で剣士と合流でした。あの俺が今、あ、俺エンジンの方だね、それだったら、うん、あらで、プテ橋がさ、うん、そっち側に行ってるはずだよ。合ってる。え、僕は誰も見てないつもりだった。通路のそのコクピットの方に向かって合ってる。僕武器、こういうのもあれだけど、僕配線タスクを一個もしてなくて、最後残ってるタスクが武器庫の重視のタスクと、あとなんだっけ、展望の配線今からやるんだよ。え、ちょっと待って、プテハスさん、俺が宿舎の方行ってるの見てるでしょ。あれ、ごめんなさい。あ、それ見てない。プテハスさんは最終位置どこですか。武器庫です。あ、まあ武器庫で、展望が梅健さんですか。え、僕ごめんなさい、誰も見えてないのになんでそんなに死人があるのかわかんないから、これ待って、これ、え、ちなみに待って1分は絶対経ってない。あと、ごめんなさい、1分経ってないですか、確定で。梅健さん最終位置どこですか。1分経ってないですか、これ。わかんないですよ、それは。経ってない。あ、じゃあ強靭です。マジで。プテさんが強靭。
や違う、僕狂人じゃないけど別にここ狂人張り合っても意味ないよね。あ、立ってないなら狂人です、少なくとも俺はピテさんとかなり重なった状態でエンジンで俺が上に行って、ローラーできなかったらまあ。オッケー、じゃあ奈々子さんと対立で一旦奈々子さんに僕は入れるけど、あ、でも違う違う、あの俺は絶対にキルできないのは俺が宿舎にいて剣士がその後やってきてるから。あ、そうです、あの俺が宿舎にいたら自投票するのでインポスター僕に入れてください。てかインポスター使用してくれてない、もうプテハシ入れてます。俺もプテちゃんに、あ、これは初手のあそこが悪いということで僕らは悪くないよ。ピテさん、片坂さん、え、これピテさんで入れていいんですか。初手が白白だったってことじゃないですか。かかってこいよ、ほら入れますよ。どうよ、7個入れたよ、こっちは7個に。え、入れていいよね。あー、4票もう終わりなんで。なんだよこれ、どうなってんだ。インポスターなんで俺に入れて自投票でダメだったの。信じれないでしょ、でも僕の方が安定でしょ。やったー、よっしゃー、ナイスー。一応かなりがあるからね、ケアしとかないと。はい、入ってね。どうやったんだ、アーカイブ。いや、ほんとに2枚が。あれ、どうやったんだ、アーカイブ。僕の経験そこまで信用なかったですか。いや、あるけど、いやいや、一応怖いから、村語りの可能性は。ああ、なるほど、なるほど。わかる、わかる。あそこで普通に 2面、炙り出される。炙り出されたらやばすぎるから。高田さん結構気づいてるかなって。あ、梅剣が一番動き的にはぽかったけど。そうですよね。でも普段もそんな感じだから。でも、そんな感じ。やめたれや。普通に考えたら、ズズハタのどっちかに強人いんのかなと思ってたから、それないなって。それもあるから。申し訳ねえ。僕は結構ロラキャン、釣り派だったんで。倒れたように見えちゃった。あの、合ってる。倒れてるよ、あれ、直近、超直近だよ、ね。超直近。高田さんが切ってすぐ。俺がラウンジから切ってるから。うわ、逃げたんだ。俺がラウンジから切って、横に避けたところでちょうどぴったりレポートだ。うわぁ、うん、いや、でも、うわ、他の位置も笑うべきでしたよ。よかった。高田さん、インポスターって最初に言ったじゃん。もう、目を追いかけ回したから、俺。高田さんに入れたい気持ちが。高田さんが、チーズ、やったんや。怪しかったんだって本当に。